皆さんおはようございます。ブラスバンクのリペイと水野とみずきとひーくんとジョイです。今回珍しくひーくんが企画をメイン MC ということで、そうなんです。何も考えないけど今回は考えてみました。ありがとうございます。で、もうすでに上がっている VS アリゾの企画でピアニカを演奏して息の長さを競った動画あったじゃないですか。結局なんか違う競いになっちゃったよね。そうそうそう、ちょっと水木のポンコツ審査員がちょっとバレちゃったので、ね、大丈夫かってやる、そうそうそう、ちょっと出ちゃったやつね、はい、あれもあったんですけど、別にあれを僕はその後者のせいにしてるわけではなくて公平に息の長さをちょっと競ってみたいな。なるほど。で、まあ楽器的に言えばチューバが一番勝つかなみたいな。で、大きい順に勝つのか。じゃあ早速やってみますか。はい、やりましょう。どうやってやるの？はい、で、じゃじゃん。僕は今回持ってきたのはコップに水を入れてストローを刺してみんなでブクブクっと、まあ行儀は悪いんですけど、ブクブクして誰が一番最後までブクブクできるか。あ、わかりやすい、はい、これがやっぱ息の長さなので、で別にたくさん吹いてもいいし少しずつ息を出すのももちろんあり。それはそれぞれのセンスとテクニックで少しずつ出して長くしてもいいし、でもロングに時間とにかく長い人、ブクブクをずっとさせてる人、ちょっと最低限出さないといけない泡をちょっと今、あ、オッケーオッケー、どれぐらいか。あ、そんなんでいいの？あ、オッケー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 、まあ、ちょっと震えてればいい。そう、震えてればいい。沸騰してるぐらいね、ちょっと。そうそうそう、そうする。朝みたいよ。そんなに、そんなに行く？寝させないよ。はい、行きますね、やっぱ。では、はい、行きましょう。イエーイ、頑張るぞ。ブラスバンク。じゃあスタートの合図は、はい、手をパチンって鳴らすやつを、せーの、スタート。3回目でスタートですね。はい、いいですか。3、4、ブーレン行きましょう。終わったら終わったってすればいい。うん、終わったらもう自己申告ね。正直にちゃんとビデオも映ってるから正直にやりましょう。はい、はい、消えていきます。あ、終わったらそう、消えましょう。それでは行きますよ。なぜかつけ始めるという、ね、よくわからない展開です。これ多分ひーくんが編集するんですけど、ひーくんね、編集するときめちゃめちゃ面白いと思います。ポコポコの音がやばい。そう。では行きますよ。はい、無理だ、苦しい。もう笑う。くそーくそー、え、すごい、みんなまだ頑張って、いけるとこまで行って、すげえ、すごい。え、みずのくん、え、みずのくん、すごい、もうちょっとズルしてる、え、ズルしてるでしょ。すごい。
目に留めてるのが苦しい。大声の人の言うやつ。最初ひーくんなのにめっちゃ動揺して、そうなのみたいなね。ひーくんなのってなって、そうお前かい持ってきといて。そうブラスバンクマジ。ってことは1位は、はい、2位、3位は5位が私ビリビリ。ちょっと待って、ちょっと待って、ビリちょっと待って、あのさ、毎日エアバッグでやってますよね、うん、エアバッグでこう、排気鍛えてるつもりなんですけど、なんか、無理ですね。わかった、タバコだ、タバコだな。じゃあ、いやなんか息はまだまだ余ってたんだけど、余ってたの、苦しいのよ、余ってた、わかる、苦しい、だからもうなんか息止めてるのが、そうそうそう、苦しかったの、痛かったの、とりあえず一回ブーってちょっと強く吹いたんだけど、吸いすぎたんじゃないの。それはある、それはある。あ、ちなみに水泳潜水で 50m すごい、すごい、それはすごい。え、じゃああんまり吸ってないってこと、満タンには吸わなかったって、満タンに吸ってたけど、多分止めてる時間が長いんだと思う。意外な結果、意外な結果でしたね、うん、持ってきた人が負けるという。どうだこれ、公平にやろうっつってビリ。VS アリゾナ系弱えなこいつ。毎回負けますから。結構面白かったです、この企画。どれくらいできるんだろう、楽器やってる人の方ができないとかね、喫煙者はあんまりとか。確かに喫煙者だけと、喫煙者 VS 禁煙者でやってみたい。確かにね、水が濁ったりしてな。大丈夫かな。ブラスバンク、今回の動画が良かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんの、ね、この長生きのタイムとか聞いてみたいですね。まだやってんのかよ。悔しい。本当に楽しかったので、皆さん部活とか吹奏楽団とかでちょっとやってみてください。またね、バイバイ。乾杯。乾杯。いつもブラスバンクの動画を見てくれてありがとうございます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。